プログラファーの奥山です。本日はなんと大物ゲストが登場です。小物です。どうも藤森です。お願いします。オリエンタルラジオの芸人やってます。よろしくお願いします。お願いします。藤森さんはですね、去年の11月か12月頃からレッスンを受けていただいて、はい、そうなんです。初めね、メッセージが来て、お笑い芸人の藤森慎吾ですけどって来て、本当かなって。いや、インスタから DM で来たんですよね。そうなんですよ、はい、びっくりして、しかもめっちゃ丁寧だから、最初は偽物だって。いや、丁寧で偽物だって。大体丁寧ですから、ね、はい、すごい丁寧で、びっくりして。いやいやいや、もう小山さんの YouTube とかインスタをずっといつも見てて、はい、ありがとうございます。でもうちょっといつか実際のレッスン受けてみたいなと思って連絡したのがきっかけなんです。ありがとうございます、はい。まあ、そんな感じで、レッスンさせてもらってるんですけど、80代が、最近よく出てる。今年はもうなんか90代叩いてないです。ああ、ですね、はいはい。最初あった時は100か90行ったりしたり、105から95をずっと行ってました。ああ、そうなんですね、はいはい。それがこの半年でもう80代はアレンジで。ああ、いいですよね、はい。まあ、アレンジ86ぐらいですかね。ああ、いいですね、はい、はい。ここ最近だと81が出た。81がレッスン、はい、出ましたけど、はい、すごいですよ。今ちょっと、レッスン間が空いたかなっていう感じありましたね。でその時に最近の藤森さんの YouTube 見たら、ちょっとこうね、スイング乱れてきたなと。 YouTube ね、いつも見てくれてるから怖いんですよ。いつもチェックしてるアップしたらこれ絶対来た。分かってると思いますが、やっぱりそうだよなと思って。また違うんで、スイング崩れちゃってるんですよね。そうだね、そう。なんで、すぐ連絡取って、はい、ね、ちゃんと修正したいなと思いまして、はい、今日はね、ぜひレッスンということで。はい、お願いします。はい、いや、もうだから、ズバリお願いしたいのは、はい、やっぱり、どうしてもこう、気が緩んでくると、はい、手を使ってしまう。はいはいはい。これがね、まだなんかこう体に完全に染み付いてないとか、はいはいはい、でも自分ではレッスン受けたように、はい、左足でこう打ってるつもりなんですけど、やっぱ手が使っちゃってるっていうのが今現状です ね、 そうですね、期間がちょっと、あ、ですよね、はい、会えない時間が長くなって忘れちゃうんですよ。そうですね、はい、なので感覚を忘れないように、はい、室内でできる練習ドリルを体感してもらおうかなと。そう、僕家でもできる。そう、家でもできる。あ、それめちゃくちゃ助かります。はい、部屋でも、どこでも待ち時間が長い時でもずっとそれやってもらえたら、ありがたいです。感覚が良くなるっていうやつをやっていきたいと思いますので、お願いします。はい、お願いします。お願いします。何で、持たないんですよ。持たない。プラン持ったらいつでもどこでもできないじゃないですか。確かに。はい、で、まずそのやっぱボールあると、ボールに対してこうヘッドが、ね、動いてこういう動きがあるじゃないですか。はい、で、こういう動きをしないっていうことが大切なんですよ。で、じゃあ体の動きをどうするかっていうことをまず覚えてほしいんですね。はい、そのために、体全体の動きを覚えてもらうっていう練習ドリル。で、これ感覚ドリル2と呼んでます。はい、はい、このように、肩に手を当ててください。はい、で、テイクバックします。回すだけで肩を回しますね。はい、ここまでちゃんとできます。はい、で、こっからいつも言ってる左足リードですね。で、この足だけを動かしていく。こうです。肩を動かして、足だけ動かして、はいはい、そうすると、肩回してない。回してないですね。回りますよね。あ、今すごい不思議な感覚です。そうそうそう。だからこれをちゃんと覚えてなきゃいけないっていうのがあるんですよ。僕の感覚で今絶対肩こういう動き入るかなと思ってます。そうですよね。いらないですよ。そう、足だけ動かせば、はい、こうやって動いてくるんですよ。おー、はい。で、ゴルフのスイングの基盤がこれでできてるからなんですよ。はい、でも実際クラブ持つと絶対肩回したり手を左に振ったりやってませんか。でも最近特にそれが出てきて、はいはいはい、フィニッシュ打ったらこうなります。あ、なってますよね。はい、そう、最近の藤森さんの、動画でもそうなってるんで。お、こういう風にならないようにちゃんとこれで体の本当の動きを覚えて、はい、上げて
はい、足だけでいいや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 って言って回していく。ああ、なるほど。そう。まずこれで体の動きを覚えて、手とか体、肩を回さなくていいやという意識をちゃんと植え付けてほしいんです。これすごい感覚養われるかもしれないです。で、感覚ドリルするの。なるほど。まあまあなんですけど。感覚は確かに。そう。ちょっと鏡行かないと。あ、いいですよ。不思議だ、これいつも鏡見ながら、結局こうやってこういう動きしてるから、そう。これやるから、ゆっくり一生懸命なんかこうやって、こうかなとか。そう。で、よくなんかこう、肩回せてて、この動きだって言うんですけど、これ止まってこうやって振ってるプロいないんですよね。こういうことですよね。そう、こうなるんですよ。これを進めてやってることになるんで、足だけのはずが、あれ、なるほど、あれあれ全部、あれ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 って全部動いちゃう。しかも自然と顔も残ってる。そうですよね。頭も残りやすい。はいはい。そう。で、左足リードっていうね、これが左足が動くと。やっぱゴルフって、左足が、まあ、一番先端、はい、一番後ろどこって言ったらクラブフットなんです。ああ、なるほど。あ、人の体とクラブを紐に例えてもらう、はいはい、一番端、足、左足で一番端っこ、クラブ、はい、左足をリードする。そうすると先端がパッくるんです。あ、左足リードの本当の意味、今わかりました。わかりました。これずっとそれをごめんなさい、あわってやるんですか。ヘッドが一番後ろっていうのは意識したんだ。とにかく左足で引っ張るんだっていう意味のリードだと思うんですけど、左足が先端で一回クラブ持ってもらっていいですか。そういうことだったんですね。上げますよね、はい、そしたらここ端っこなんです、紐でいったら、はい、でこれ一番後ろですよ、はい、で足を引っ張ると、はい、足引っ張ってさっきの感覚通りです。そうすると端っこが振られると、はい、でこうやってここはため息が必要と言われますよね、はいはい、足で引っ張って先端が来てるからこうなるんですよ、うん、で足が回りきるとここでスイッチしてヘッドが落ちる。で巻きついちゃって肩回す必要ないです、はい、これが感覚ドリル2でいう体の動きの左足リード。めちゃくちゃ分かりやすい。これは分かりますかね。はい、これがしっかり頭に植え付けとかないといけない。はあ。だからクラブってじゃあなんで手じゃダメなの、はい、紐があったとしたら左足こうですね、はい、この辺で引っ張ってるんだよ。確かに。せーの、えっ、はいはい、で先どこ行くのっていう。そういうことめちゃくちゃじゃないですか。こうなったら、そう、ここ使ったら一番後ろがなんかこの辺な感じで、そうってなっちゃうんですね。力がうまくいく。そうで、大きな筋肉使うと人間動いた気がしないんですよ。で、小さな腕を振ると大満足なんですよ。腕パンパンになるまで練習するとなんかですよね、やったなって思っちゃうけど、ですよね。だから今は違うからなんです。そうです。だから小さい筋肉が脳は満足する、でも結果は満足しない。足を使う、俺まだ振れるのになって思っちゃう、でも結果は満足する。なるほど、ね、ここにちゃんと気づいて、これをやり続けるんですね。あれはいいんだ。なんで、肩をね、回さなくていいんだ、はい、ね、よくこう、ボディーターン、肩を回しなさいって言うんだよね、はいはい、それ、僕、大反対なんですよ。でも、勝手に回す。そう、ほら、回しますよね、はい、で、これ、映像見たら、いや、藤村さん、肩回してるじゃんって、はいはい、思った人は、ぜひやってください。勝手に回ってます、ね、全然違う、これは感覚としては。そうですよね。だからこの感覚を当たり前にするっていうのが感覚ドリルするんです。でも僕一人で動画撮っても平気で終わっちゃうんですけど、はいはい、やっぱりこうね、藤原さんやってもらえると、はい、意識、ほら、じゃあもうこんな残ってほら、はいはいはい、こっち、かっこいいですよね。おで、フィニッシュになる、はい、そう。これでゴルフのこの胴体を作り上げるっていうのを覚えてもらう感覚ドリル2です。勉強になります、はい、で、ここから、感覚ドリルっていうはい、はい、感覚ドリルっていうのをやってもらいます。はい、こうやって構えていきます、はい、で、まず、最初にちょっと待ってください。仮にキョルちゃんもいや、かわいいあとで、これは外すんですけど、一応ボール、キョルちゃんを落とさないように
落とさないようにテイクバックはしなきゃいけないってことは、まあ、このままテイクバックこうやって、まあ、いつも通りこうやってあのこの辺まで、でそしたらさっき言ったように足でリードしながらリードしてくるところ勝手にこう来ますよね、はい、ここでインパクト、でここで振られてローテーションしながらこうやってする、こういう感じで、この、距離でも落ちないっていうこの距離をキープできるかっていうのが大事なんです。最初はそうなくてもこれをキープ大体できるっていうのは重要なんです。なんでって言ったらこれ持ってたら落とさないようにこうできますよね。最初はこういう何か持ってやってほしいんですけれども、なしでやってできますよ。この距離じゃいいと思うで振って、はい、そこから足でプランとかプランとそうプランってこういうのそうで今の見ると、ここ結構力入ってるし、はい、腕も力入っちゃったんですよ。でしかも今の、テイクバックしてるからテイクバックしたらそうそうそうあれだいやいいんですよ。今はこうなったんですけど1個前もうちょっとこうなったんですよ。これってローテーションないこういう動きなんで、はいはい、そうクラブからこうしますよ。こうかそうで、まあ、大体落ちないっていうのが重要です。だからここまで外れなきゃいけない、はい、人によってはこうやって上げた時にこんななっちゃう人いるんですよ。へえいるんですよ。でこういう人ってじゃあどういうのって言ったらテイクバックの時に右手をこう引っ張ってる人、はい、グッと引っ張るっていうと、はい、こうなる人いるんですよね、はい、そうならないようにっていうのが重要です、まあはあ、そうだからここの空間があるってことはどっちの手も使ってない状態ですね、うん、でこれで足をで腕も力抜いてフラーンってこう振られて腕が振られてこうなる、はい、でこれを連続でゆっくり繰り返してこんな感じでこういう感じ足で振られてフラーンってそう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 できるだけで肩も体も腕も力抜いてそうそうそうで振られる感じで感覚ドリル2のこの体を意識しながら手をつけていかにこうスイングに近くなるかそう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 いう感じでこれで腕でこうやって振っちゃうような動きとか肩を回すような動きが入らないようにっていうのを意識しながらよりスムーズに動かすのが大事です。そう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 いう感じで、この終わりももっともっと自然にプランっていっちゃってください。なんかここグーッて作ってるそう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 作らない、はい、その意識ですね。でブランってそうでこれも鏡見ながらちょっとやってみますか。上げて足でブランってそうそうそうでちゃんとフィニッシュがちゃんと立てるそうそうそうでそうすると振られる感じありますよ、うん、っていうのがゴルフのクラブの振られる感じ。いつもレッスンで、ね、足回しますよね僕、はい、足回した時にあなんかヘッド走ったっていう感覚はこれでプラーンってなってる。なるほど。で今日そのレッスンしないでしょっぱなこれで始めたら多分もうちょっと振ってるかもしれない。そうそうそうこういう癖が絶対入ってくるんですよ。あこれ見るなそう見るこの姿を、ね、そうそうそうで家でこんなことやってたらこれ練習にならない。意味ない。そう。だから意味ない動きをしないように、うん。そう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 。そうしないようにしっかり足使ってフラン。そうそう。いいですね。でこの練習をすると最初はカウント2で自分の本体を作る。でその次手をフランって出してゴルフクラブ持ってない状態で手がある感覚を作る。はい。でクラブを持って振る。それで。自分の持ってない時の動きと持ってる時の動きをコラボしなきゃいけない。そういうことをしとくとうまくいくはずだし、最初の感覚ドリルで、あれ、これが普通だなって、はい、こっちが普通だなって思ってる人だったら、めっちゃ大事だ。スイングでそれ入れない可能性って言ったらないですよね。ないです。絶対入れますよね。でもこれが当たり前ですってなったらそうなりますよね。だからこの三角ドリル2まず回さなくていい回さなくていいで腕が入っても回さない肩回さないそうで十分じゃないですか。肩回さないうわ肩回さないわその意味が分かりました。
わかりました。やっぱり、ね、絶対こうしてたもん。そうそう、だから肩は回るもんじゃなくて回さないんですよ。回るもんなんですか。そう、回っちゃうんですよ。回っちゃうのに回す必要はないし、プロゴルファーで回してる人いるじゃないですかっていう人いたら、それ練習してるからですね。なるほど。で、より再現性がいい方で練習が少なくて上手くなるためには、やっぱりこう理にかなった動きをやっていかなきゃいけないんですよ。だからゴルフって最悪何の力でもいいんですよ。いろんな人いますよね、こう、まあ、いろんな動きでおじさんすごい臭ってのちゃんと当たるなって思ったら練習してるんですよ。練習してるし、まあ、感覚いい人は何でも良かったりするんですよ。だから僕も昔手打ちで、まあまあ上手かったわけで、でもそれじゃ上限見えたんで、もうやめようと、かっこ悪いし、まあ、ということで、まあ、この感覚ドリル2と感覚ドリルを家でやってもらえば、はい、藤森さんしっかりでかくキープできるはずです。いや、すごい簡単、はい、ですよね。手軽にできますもんね、はいはい、なんでこれを、まあ、1日ね、暇な時、まあ、最低ね、1、2分、1、2分でいい、全然でもできますし、はい、やっぱそれ1、2分でも大事とか練習になるんですか。癖づけちゃうんですよ。癖づける。そう、で人って勝手に癖づいたらもうすごい覚えやすくなるんですよ。逆に悪いスイング抜けないですもんね。そうそうそう、癖づいちゃう。そうで10分って言われたらできないですよ。10分かって言って、じゃあ1分でいいんだから1分でやろうかなって、それが大事なんで、はい、それをぜひやって、いや70代目指してみましょう。はい、はい、ありがとうございます、はい、リュウさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみに、私の藤森慎吾の YouTube チャンネルにも奥山プロ出演をいただいておりますので、今日今多分同時刻ぐらいにアップされてると思うので、そちらも合わせてチェックしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。おー、できた。今のエース、今のエースねー。